ほんまに来年夏までには今回の件早く乗り越えて砂藩が受けられるようにするのはもうこれもう本人次第なんですよ。で、さっきの配信でもちらっと言いましたけど、なるべきはパフォーマンスがどれだけ良くても別に心には刺さってけえへん、多分。心には刺さってこないんで、結局は本人がね、これから、まあ、しっかり誠意を持ってファンと向き合っていく、謙虚な気持ちでアイドル活動をしていく、そういう姿勢がもうすぐじゃないと思うんで、ちりつもりでね、どん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 こう受け入れられてくるんじゃないかなと思うので、まあちょっとね、あのスンハンがもう死に物狂いでがむしゃらに頑張るしかないですよね。あ、説教4トンとかもね、あ、説教4トン、あるかどうかわかんないですけど、そういうのもだあるんじゃないですか。この会話あるやん、説教4トンとかも。そうだ、ククスピを信じられたら夏以降ですね。夏までにはちょっと落ち着くんじゃないかなと思いますけどね。で、これ、ほんまに SM 勘違いしたあかんね。これ、M&M バシップ入ってる SM。ほんまに勘違いしたあかんのが、多分 SM 分かってるんですよ。今のスンハンに求められてるのはパフォーマンスではないと。どれだけね、心を入れ替えたかを示していかなあかんと。だったらドキュメンタリーだと。うるさい。これね、やっぱちょっと怪しいなと思ってるんが、スンハンが一生懸命頑張ってましたって SM 言ってたんですよ。多分あの人が撮ってると思います。スンハン一生懸命活休中にもメンバーに引けを取らないかなんかのためにも頑張ってましたって、もうドキュメンタリーを言ったわけじゃないですか。文字で。多分撮ってるんですよ。で、これはね、その本人から出してもないことに批判しちゃう。ごめんなっちゃう。SM 出してもないのに今から SM 批判しちゃうけど、出したパティの話な。あの、SM には分かってもらいたいんが、意図的に頑張ってましたよっていうのはアピールするんじゃなくて、自然に出るものを自然に僕らが感じ取るんで、その、こうですよっていう、頑張ってるんですっていう感じでは絶対にダメやれっていう。自然なものでしか私たちナチュラルな、オーガニックな誠意しか受け取れない状況になってるんで、そこを勘違いしたらダメなんだけど、手っ取り早いんですよ。手っ取り早いね、同情を買うにはドキュメンタリーがな。そこだけ注意やでっていう。自然で、な、行きましょう。それだ、時間かかんねん。ドキュメンタリーの方が、なんかあの、一瞬でみたいなイメージあるかもしれないですけど、SM さん。僕ら時間かけて、自然な、本当のこう、スンハンの気持ちってのを見たいんで、そこだけちょっと勘違いしちゃダメですね。しらけますからね。でもね、なんか怪しいんですよ、さっきの文章。わかる？怪しいなと思ったんが、実力を積むために着実に努力してきたしと。今後お見せすることがもっと多いだけに、どうか温かい視線で見ようって、いただければと思いますと。そこだけちょっと注意。なんだかそう、ルーカスもそうして、ルスラフィンも結構不評やったですよね、あれね。ドキュメンタリーって多分、絶好調の時に出すべきやな、あれな。ドキュメンタリーって絶好調の時に出して、その絶好調の裏側に、そこに至るまでの努力、その辛さ、苦しみみたいな、いうところでいいんですけど、なんか、絶好調じゃない時に苦しんでる姿はドキュメンタリーってやっぱ出すべきじゃないですね。あ、実力を積むとかあんまり関係ない。わかるわ、これ局長さっき言ってたことやな。結局、そうか、SM は勘違いしてるのや、実力主義の SM が。そうやん！スンハンは活動中止期間中に、実力を積むために着実に努力し続けてきたと。これ、SM 分かってないな。確かにそうやな。スンハンは活動期間中にも、しっかりと反省と、今後の活動で、ひたむきに動画できるように、みたいな、その気持ちの部分をアピールするんじゃなくて、実力いけますと。劣ってないですと。もう、いつでも参加できるように実力をつけときましたと。実力、それ、うるさい。SM って、ほんまに実力主義なんで、そこら辺がね、こう、痛い目やってるとこあると思うんですけど、今回もまあ実力で来てる可能性あります。ああ、創始活動。ああ、まあな。なんかこう、でも心を改めるには何かしらのね、新しい自分が今まで、なんかこう、まあ、したことないことだとか、まあそういう部分ってのはまあ大事だったかもしれないですね。でもですよ、TADA ですよ。ここからちょっとポジティブなお話させていただければと思うんですけど、韓国と中国のブリーズが猛反対してると。じゃあ、ここに来て登場人物一人忘れてますよね。日本ブリーズですよ。イルブリですよ。わかりましたと。韓国と中国のブリーズダメなんですねと。私たち日本のブリーズが何とかしますということで、これは無理な方はもうね、しゃあない。イルブリーが無理なのはしゃあないねんけど、お金だけは何とかあるからな。お金だけはあるんで、行ける方は、やっぱりより応援していこうっていう。無理な人に頼る必要はない。もうこれはしゃあない。無理な人は無理だよ。行けるって人は、もう今までのもう倍ですね。特にスンハンペンなんかは、日本プレスも貧乏なってんねんな。なんかあったな、そういや。なんだっけ、即時抽選のやつか。スンハンペンお金あるやん。めちゃくちゃ多いかって言われたらわかんないですけど。特にもスンハンペンは、もうこの1年あり余っ
まあ、それでもな、本国のやつは勝ったりとかしてたんやろうけど、他のファンに比べたらあると思うんで、そこでもう行くしかないと。これ何かというと、ごめんな、これ K-POP 流の話行くで。K-POP 流で行くと、スンハンがこれからがむしゃらにね、もう必死に死に物狂いで頑張っていくわけですよ。これは、スンハンペンも一緒なんですよね。なんで、スンハンが、私悪くないのになんでスンハンペンってだけで私が頑張らなくちゃいけないんですかと。わかる。気持ちわからんでもない。TADA ですよ。スンハンペン、めちゃくちゃ頑張ってるやんと。なんか私も応援したくなってきた。これちゃう？一つの要因として、今まで悪い、悪質なスンハンペンが目立ちすぎてるのも、今回やっぱ反発してる影響出てるんですよ。やからこそ、ここ、ピンチはチャンスなんですよ。スンハンペンが手を取り合って気持ちわかりますと。やっぱそういう複雑なね、状況の方がいらっしゃると思うんで、私たちが今回なんとか頑張りますと。いうことで、落ち着く2025年の夏、おそらく、まで、私たち頑張りますと。いうところの、こう、ひたむきなスンハンペンの姿勢と、ひたむきなスンハンの姿勢を見せれば、なんかわかんないけど、私もちょっと今回積んじゃおうかなっていう。ここのこう、スンハンに対しても、スンハンペンに対しても、まあ、ポジティブな気持ちに変わってくる可能性はあるんじゃないかなっていうところなんですよね。だからこそ、韓国、中国はもう、私たちどうにもできることではないですけど、日本のブリーズ、いける方な。7人、OT7 の方とか、あと、スンハンペンの方、ここで行くと。いかん人に対して噛みついたらあかんで。いかん人に噛みついたら絶対あかんで。もし行ってる人に噛みついてきても、それもほっといたらええの。あいつはほっといたらええの。私たちが頑張りますと。いう感じでやっていけば、まあ、なんとかなんか、光はね、見えてくるんじゃないかなと思いますけどね。もう行けそうになってきた。局長の言葉を信じて。なんかあっても打開策は絶対にあるんですよ。人生において積むなんてことはないから。通販だってそう。絶対に何かしらできることがあるんですよ。光は見えてくるんですよ。結局、光が先にあるのに、後ろに戻ったら光がないだけで。進んでった光は絶対にあるんですよ。今回、もう行くしかないと。で、その光を今のブリーズに見せなくちゃいけないんですよ。反対してる。それ誰が見せなあかんのか先で本人次第、スンハンとスンハンペンですよ。をが、この7人であることへのライズへの光を見せてあげるんですよ。そのことによって、もしかしたら時間がかかるかもしれないですけど、まあ応援、これからもスンハン応援してくれるよって方がいたら、もうそれはもう、本望じゃないですか。こんだけ頑張って。ね、まあ、本望じゃないな。いいじゃないですか。幸せなことですよね。洗脳されてきたらいける？洗脳されてきたら大丈夫？ただ、もし万が一でさっきも言いましたけど、スンハンペンがなんかいろいろまた噛みついたりしてたら、もうスンハンに迷惑かけてるんやから、黙れという気持ちもあるし、ね、スンハンがまたなんかちょっとやらかしたもんやったら、もうライズに迷惑かけてくれるのと。帰ってくれという話もあるやろし、ここはもうだからもう首の皮一枚で繋がってるのはスンハンもスンハンペンもそうなんで、私悪いことしてないですけどって、スンハンペン思ってるかもしれないですけど。まあちょっとね、やっぱ悪質なスンハンペンのイメージも強かったんで、まあそこはちょっとね、いろいろ言われることもあるかもしれないですけど、頑張っていくしかないです。はい、もう進むしかないです。じゃあ、あといいですか？これ、面シップ限定な。めちゃくちゃジャニネタにしてるじゃないですか。あれ、ちょっとかわいそうなと思うところもありますけど、ただ、それをやって乗り越えていくんであれば、まあ今回のこのスキャンダル、ワンキススンハンに歌ってんのどうなとかいう、この、